手の時に来たことがあるだけ。絶対自分たちでもう一回クリスピーを立て直す。パリしてて美味しいですね。あんまり甘くない。うん、本当に初日としては5点なのかなと思います。あとはこれを続けられるか継続できるかっていうところは、はい、我々にかかっていると思いますので。それぞれの出店するエリアでお客様に愛してもらえるような商品、お店、サービスっていうのをご提供していってブランド作っていく。日本国内でクリスピークリームドーナツが長く継続していけることになるんじゃないかなと。